ようこそ我がマイルームへ。カルデアの共通部屋など面白みがない。我ら作家組にかかればこの通りだ。そして俺の執筆を冷やかしに来たな、悪趣味なマスターよ。だが残念、見ての通り捜索は絶賛凍結中だ。マシュにはこう言っておけ、人魚姫3などありえんとな。まあ率直な話、加工にもネタが浮かばん。ひらめいたアイデアはあれど、どれもこれも味が薄い。何しろあれほど大きな戦いの後だ、並大抵の出来事には驚かんし、魅力も感じない。いっそどこかに宇宙規模の最低最悪の小悪でも現れればと。いや、失言だった。口にすればどうあれ可能性ができるのが人の世だ。退屈しのぎでドブ川のごときオダクを見たがるなんぞ、魂に焼きでも回ったのか俺は。で、要件は？俺は絶えず暇人でありたいが、無駄話をするほど酔狂でもないと知っているだろう。チョコレートだと？まさか俺にか。ほほう、なるほど。ネタにしたことはなかったが、なるほど。実際に渡されるというのはこういう心境だったか。まあサンプルケースとして貴重な体験だ。照れるものか。当然の報酬だ。俺がどれほど身を粉にして働いたと思っている。お前との契約は割が合わん。こんなチョコ一つで帳消しにできるものではないが。まあもらいっぱなしというのも寝覚めが悪い。そうだ、これを持っていけ。メーテルリンクに肩入れはしないが、青い鳥という題材は悪くない。出先で必要に迫られて買ったものだが、とにかく使い勝手が悪く腐らせていたものだ。そんなものでも何かの役には立つだろう。今時マウスを使うのは開発者ぐらいだろうがな。